その事実はおいおいとお分かりになることと思いますが、正木先生はそうした虐待を受けている哀れな狂人の大衆を救うべく非常な苦心をされました結果、ついに精神科学に関する空前の新学説を立てられることになったのです。その驚異的な新学説の原理原則と申しますのは、前にもちょっとお話ししました通り、極めてわかりやすい、女子供にでも理解されうるような興味深い卑近な種類のもので、その学説の原理を実際に証明すべく狂人解放の実験を始められたわけですが、しかもその実験はもはや他ならぬあなたご自身のご提供によって申し分なく完成されておりますので、後に残っている仕事と申しますのはただ一つ、あなたが昔のご記憶を回復されまして、その実験の報告書類に署名されるばかりの段取りとなっておるのでございます。